皆さんこんにちは、私は大阪で米粉のパン教室をしております。この度、高橋貴子先生のオンライン構築講座、3ヶ月の養成講座ですね、こちらを受けさせていただき、少しだけお話をさせていただきたいと思います。当時、コロナになり、ちょうど春ぐらいだったんですけども、教室、ずっと対面でやってたのがもう全くストップしてできなくなってしまって、で、もともと、それまでもあのオンラインでの教室とかオンラインサロンとか少し興味はあったんですけども、なかなか最初の一歩が分からず、踏み出せずにいたところ、もう余儀なくされたという形で、いろんな講座を見ておりました。で、その中でやっぱりオンラインのことを学びたいなと思ってた時に、高橋貴子先生のメルマガをですね拝見して、で、オンラインでのレッスンとか、オンラインサロンの構築方法、そして動画の作り方まで、全てを3ヶ月で学べるっていうのを拝見しまして、迷うことなくすぐに申し込みをいたしました。それまでも、オンライン構築講座じゃない時も、一度、別件でお問い合わせをさせていただいたんですけども、いろいろ疑問に思っていることとか教室業のことですね、そういったこともあの親身になって、動画で、お返事をいただいてですね、すごく、助けていただいたっていうこともありました。で、ですね、個別コンサルを今ですね受けているんですけども、全国広しといえど、教室業とか、オンラインサロン、そして、ビジネスのこと、全てにおいてですね、網羅されている先生というのは本当にいらっしゃらないと思うので、今なお先生が発信していただいている内容について勉強をさせていただいている毎日になります。最後にこの講座をご検討されている方へお勧めしたいポイントなんですけども、やっぱり私と同じようにコロナ禍にあって、でまた予想より早く第2波が来て、すごく困っている先生もいらっしゃるんじゃないかなと思います。でやはり今からの時代ですね、オンラインっていうのは避けて通れないところになると思います。私もまだ動画とか苦手で、まだわからないところとかいっぱいあるんですけども、Zoom の基本的な使い方から、そしてスマホで作る動画の制作で、オンライン構築するメリットとかですね、そういった、普通では教えていただけないことをですね、全て、こちらの講座でグループセッションなどですごく分かりやすいテキストを通して学ぶことができますので、本当におすすめの講座となっております。最後に、私は高橋貴子先生のメルマガや LINE アットを、長年読ませていただいてるんですけども、こちらをですね登録されて読まれるだけでも、本当に毎日動画を先生の動画を見るだけでも、教室業は、何というものかというのがですね、分かるかなと思います。また見るだけでなく落とし込むというのはまた別のことになるんですけども、本当に先生の講座を、通して、いろんな勉強ができるかなと思いますので、ぜひおすすめをさせていただきます。以上になります。ありがとうございます。